どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日はですね、ちょっと前にね、怖い話シリーズで出した橋の女、実はその場所っていうのが、実際にありまして、今回はそこに行ってみたいと思います。でですね、ちょっと取材というかね、いろんな人に話を聞いたところ、結構ヤバめだと。っていうのも、事故多発っていうのがその怖い話の中に出てくるんですけど、どうもそれが本当で、なんていうんだ、お祓いを本当にした場所らしくて、結構やばいとこだというんでね、早速ね、ちょっと行ってみたいと思います。到着しました。こっから橋のスタートですね。やば、ここがその話に出てくる橋だということですね。めちゃくちゃあれだけどね、交通量はやっぱ多いな。なんで知ってんのみたいな。実はこの近くにおばあちゃん家あるんですよ、僕。だからちょっとね、知ってたっていうのもあるんですけど、詳しく聞いたことはないんですよね、あんまり。で、こっからまたカーブしてっていう感じですね。で、結構ね、昼間見るとね、すげえいい景色なんですよ、ここ。話の中に出てきた事故が多発するので、そのポールのところにあの赤いランプついてる、あそこですね、今正面に映ってるやつ、あれがそれです。すごい、歩くとめちゃくちゃあるよこれ。その場所に向かってってます。ここですね。で、多分ですよ、その話に出てきた場所も多分ここなんですよね、多分。聞いた話だとカーブを立ち上がってもう1回目のカーブだから多分ここなんですよ。すげえ長いな、ちょっとあの物理的に疲れた、ちょっとえぐいって長いのよ。で、そこの公園で、この下がね、昔、今も畑なのか、今は違うのか。ここですね、そのポイントっていうのが。ちょっとあれかな、いや、めちゃくちゃ怖いね。したら次回こちらでいつもやってる霊がだら映ってしまうんじゃないかと言われている方法を、ここでちょっとやりたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。